ライムに侵入したのはいいけど、公爵は一体どこにいるんだろう。急げ急げってんだよ。まずい、気づかれたのか。なぜバイスがバクラム兵と一緒にいるんだ。まさか。貴様ら誰の命令で動いている。白々しいことを。貴公の命令であろうが、己タルタロス計りおったな。くだらぬことを私は知らん。おお、バイス、助けに来てくれたか。公爵殿下、早くこちらへ。お裏切るのか、バイス。貴様は、うわ、ざまあねえな、公爵さんよ。次はてめえの番だ、ランスロット。死んでもらうぜ。過ぎた野心は身を滅ぼすぞ。やかましいんだよ、この状況が分かってんのか、タゴ。やれ、こいつをやっちまえ。なんだ。貴様ら、どういうつもりだ。えい、そこをのけ。おとなしくしていただきたい、異国から来た客人よ。誰の差し金か答えよ。よもや、モウンゲーカではあるまいな。我々を無視して、客人たちが勝手なことをするからこうなるのだ。なんだと？言わせておけば。そんなバカな、奴らはどこから侵入したんだ。暗黒騎士団をバクラムが裏切ったらしいな。いや、先にバクラムを欺いたのは暗黒騎士団か。待て。放っておけ、奴らの方が先だ。戦いに慣れていないバクラム兵のことだ。指揮官を倒せば瓦解するはず。
この混乱に乗じて町から脱出する前に公爵と暗黒騎士ランスロットを探さないと。助けてくれ、何でもするから、命だけは。どうしますか、この小僧を。頼むよ、
俺はブランタの野郎にそそのかされただけなんだ。あんたたちに歯向かうつもりはこれっぽっちもねえ。頼むから助けてくれよ。お前には戦士としての誇りはないのか。あんたの言いなりになるから。黙れ。魔が差したんだよ。俺はあんたらを恨んじゃいないんだ。黙れと言っている。お前の願い通り見逃してやろう。本当か。ただし二度とその顔を私に見せるな。ありがとう。本当にありがとう。後ろ。礼を言うぞ、オズ、オズミ。先ほどフィラクから早馬が参りまして、ハイム城に監禁していたプランシーが何者かの手によって連れ出されてしまったそうです。何？連れ去った者の目星は？ヴァレリア解放戦線の手の者かと。プリンセスを見つけた以上プランシーは用済みになった。とはいえ外部に漏れるのはまずいな。よし、その件はキコーラ兄弟に任そう。連中の息の根を止めるんだ。なんならプランシーを殺しても構わん。秘密を知った者全員抹殺せよ。はっ、グラシャス家の名誉にかけて必ずや任務を果たします。モウンゲーカをいかがされますか。自分の尻拭いは自分でするだろうさ。しばらくの我慢だ。あとはあれさえ見つければ。いらっしゃい。発車でな。
終わったようね、オズ。引き上げるわよ。神父はどうしたんだい？たった今連れて行ったわ。おとなしくて助かるわ。あんな状態だとは聞いていなかったからな。そうね。さあ、長居は無用よ。よし、最後の仕上げに取り掛かるぞ。我々がここに来た痕跡を消すんだ。お前たちはこの砦に火を放て。念のためにゲリラどもが死んでいることも確認しておけよ。あいつらは？しまった、遅かったようだな。ウォルスタ軍のやつだか。やれやれ、仕事が増えちまったぜ。We'll be right back.
Thank you.
耳と鼻、お前たちがでお前を生かたとえ捕らえる、ああだから口の割らない根性な。
爪と歯、爪の方、そ、やめてくれ。おや、どっちも、そりゃ、俺、しまいにはご立派な。勘違いするなよ小僧。俺は逃げるわけじゃないって言いたいのか。でも逃げるんだろ。口ほどにもない。いや、苦痛を与えるのは好きなんだが、与えられるのは大嫌いなんだよ。じゃあな。
てひどいことを。姉さん、セリエ姉さん、しっかりして。私は大丈夫。それより仲間は？奴らはなぜこの砦？それは私たちがハイムから神父を連れ出したからだ。神父？お前の父親、プランシー・パウエル神父のことだ。父さんが生きている？父さんはどこに？わからない。死体がないのなら奴らが連れて行ったんだろう。どういうこと？神父一人のために暗黒騎士団が動くなんて。奴らの狙いはマナフロアという名の人物だ。行方のわからぬその者の手がかりを唯一知っていたのが。それが父さんなのか？だが奴らはすでにマナフロアを見つけ出したのかもしれない。それはどういう意味だ？それは奴らが引き返してくるかもしれないわ。早くここを離れましょう。ああ、そうだな。そうした方がいい。一緒に行こう、セリエさん。しかし僕らは以前の解放軍とは違う。違うんだよ、セリエさん。公爵のように手段も方法も選ばぬ非道な行いをするつもりはない。それはバレリア解放戦線も同じだったはずだ。そうだろう。あなたの力を僕に貸してほしい。共に力を合わせてこの戦乱に終止符を打とう。わかった。お前を信用しよう。仲間のためにもこのまま終わるわけにはいかない。よかった。さあ行こう。